の下ゆうかです。今日はね、じゃん、ピザボリトーのベーコン巻きというものを作ってみたいと思います。これはツイッターで視聴者さんに教えてもらいました。ありがとうございます。じゃあ作っていきたいと思います。まずはピザを用意します。そしてチーズを乗せます。これを折ります。そしてベーコンを敷きます。で、さっきのピザを乗せてベーコンで巻きます。これをオーブンで焼きます。オーブンは200度ぐらいにして焼きます。ベーコンが焼けたらまあ食べれると思います。では開けてみます。おー、すごい、チーズが溶け出しててめちゃくちゃ美味しそう。ベーコンがジュージュー言ってます。じゃん、完成です。超高カロリーそうですね。いただきます。じゃあ割ってみたいと思います。おー、あ、そんなにチーズが飛び出る感じなかったですね。なんだろう、横からはみ出してるのに。めっちゃ美味しそうですね。湯気がまだ熱々で出ています。食べてみたいと思います。最初ね、ベーコンの塩気がきて、パンはふわふわでちょっと甘みがあるんですよね。で、そこにチーズが入っとって最高ですね。これはマヨネーズ入りだと思います。で、ベーコンがね、カリッとしとってまたいいですね。うん、もう表面のベーコンがね、カリッと焼き上がっとって、ピザ1枚に対してのベーコンの量がすごいたっぷりで、ボリューム満点ですね。チーズが伸びてる。チーズがはみ出てますね。ケチャップが挟まれてます。うん、ケチャップの甘みが加わって、これもいいですね。じゃ最後の一口です。ごちそうさまでした。熱々でめっちゃ美味しかったですね。ベーコンたっぷりで、チーズたっぷりでね、とっても食べ応えがありました。で、ケチャップとチーズの相性がいいですね。チーズの塩気にケチャップの甘みで、とてもバランスがいいと思いました。あとね、やっぱりベーコンは神ですね。カリッと焼き上がって、脂身、そして塩気、たまんないです。すごくね、簡単に作れますので、ぜひぜひ皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。手軽に高カロリーが味わえます。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。